どうも、今日はね、爬虫類ショップ行って、収穫してきたので、それのね、いつも通り塩をかく紹介でございます。まあ、今回買ったのは少ないです。こちら。はい。レプタイルディッシュの S。うちはね、すぐになくなる。なんでか。と、マウスの餌。まあ、一応買いました。こちらね。まだ、3袋分ぐらい予備はありますけれども、まあ、あるに越したことはありません。それから、こちらのね、マウス。マウスを3匹購入いたしました。あと、コオロギ、イエローコオロギ50匹です。で、今回のメインはですね、こちらですね。はい。最近なんだかんだ話題の光クレストの昆虫食、昆虫食、爬虫類の栄養食。ということで、はい。こちらね、レオパゲル、ヒョウモントカゲモドキを完全飼育。合ってるよね。はい。っていうような、こんなね、ハンネリタイプのやつを買いました。中はチューブ状になっておりまして、なんか出すのがちょっと硬いとかっていうショップさんは言ってましたね。60g で1000円かな？まあ、900円ぐらいですかね。はい。これをね、試してみようと思いますが、おそらく、うちのはダメ。ダメだ。これはね、食いつかないと思う。まあ、開けるのはそのうちでして、まあ、こういったものをですね、今回、買ってみました。あんまりこういう、なんて言うんですかね。あの、ものに頼らずに、まあ、ビタミン D3 とかビタミン剤とかね、マルベリー CA とかっていうものは仕方がないんですけど、あんまりね、ちょっとね、頼りたくはなかったんですけれども、まあ、これをですね、やってみようじゃないかと。で、なんだったっけ、グラムパイよりかは昆虫食らしいですね。コオロギのを練ったやつって言ってましたっけ。はい。ミルワーム、シルクワームといった昆虫原料を豊富に配合した総合栄養食で本製品だけでヒョウモントカゲモドキの繁殖に成功しています。なんとか研究所にて、ということですね。で、コオロギやミルワームを食べるトカゲとかに全般的に使用可能とのことですね。はい、ここに書いてますね。原料。まあなんかコオロギの匂いがするらしいですね。コオロギの匂いが。それで、ヒョウモントカゲモドキは匂ってパクッと食べれるような感じですね。で、絵にあるように、ハンネリタイプでちょっと硬いそうなんですよ。で、ある程度チューブから、こういった形で出して、で、これをピンセットでつまんでやって、取って、与えるっていうことができるので、量の調整もですね、非常にしやすいということですね。で、実際にね、これを突っ込んだから、使うかどうかは俺の気次第だな。やる気があれば使う。やる気がなければ半分使って放置っていう形になります。まあ、今回の収穫メインはこちらの3点と水苔ですね。新しくコーンスネークが来るので、それのための、何です？シェルター用の水苔です。シェルターはアニーさんのお下がりを使いたいと思いますので、はい、こんな感じで今回買ったものはこれだけでした。